今回は、アニン読み終えたに対する反応集です。それではどうぞ。こいつ厄介すぎじゃない？割と主人公大好き。長井くんいいよね、合理的なんですけど。って切れるとこ好き。長井くん好きだし遊ぶのも好きだから最後も付き合ってあげるね。アヒト佐藤をただの人間と信じた主人公が勝つの綺麗だなって。でもこいつ200年経ったら多分戻ってくるよね。特殊部隊チームがマジで強い漫画初めて見た。かませにされてる自衛隊ですら割といい感じに書かれてて好き。マジ強いし最後まで顔出さなかったのがいい。お先の人とか名前すら分かってなかったりする人がかっこいいのがすごい。死ぬ時にお先ってめっちゃやりたい。アニン兄弟だと思ってたらもう一人はアヒトじゃなかったの。マジですごい。過去話とかよく見るとちゃんと一回も死んでないんだよな。そして死んでふりしておちゃらけた後に楽しんでるかで死ぬの全然好きじゃなかったのにすぐ好きになったよ。飽き上がったわ。それまで丹念に伏線張ってたから納得しかないのがひどい。アニメしか見てないけど途中から佐藤さん活躍させるの楽しくなってますよね。ジジイが軍人相手にあの手この手で大暴れするのって絶対書いてる側楽しいと思う。作中触れられなかったけど肉片ワープ使うときは一つ前の肉体しか反応しないんだろうか。一巻部分だけテイスト違うけど原作が一巻の時だけいて二巻からは作画の人が話考えてたって聞いて納得した。最初はもっと東京グールみたいな感じになると思ってた。なんか早い段階から佐藤が好き勝手やり始めた。しれっとついてる物理耐性無効の破壊テクニックがチートすぎない？面白い漫画ではあるけどかなり序盤からずっと佐藤さんで話回ってるからこいつがいないアヒトも読んでみたい。良くも悪くも政府のアヒト弾圧がどうとかそういう方向性に行きそう。後出しじゃんけんの能力ものになるよりアヒトルール内で戦う方に変わって正解だったと思う。佐藤さんは長井くんの面倒くさい彼女みたいな存在だよ。でも長井くんも佐藤さんのこと取り巻きよりよくわかってるからある意味相思相愛。少年院送りにされる親友。お母さんの設定無理やり辻褄合わせたのすごい。でもあの母親好き。お母さんはだいぶ癖強いけどすごいいい親だと思う。子供のことちゃんと理解してる。アニメしか見てないけどアジン部隊がアヒトとか関係なく強すぎる。長井が記憶喪失して即自殺するところ記憶がないから覚悟決まってるわけでもないのになんで即決できるの。なんか急に季節変わってて銃持ってる上に事故に遭った記憶まではあるから9割9分そうだろうって確信は持てると思う。俺なら引き金引けんが。飽き上がったはその後の楽しそうに戻ってくる佐藤とそれを見て半笑いの長井くんも含めて腹筋に悪い。長井くんもだいぶイカれてるけど佐藤がひどすぎてツッコミ役みたいになってる。田中がマジいいやつなんすよ。いやいいやつではないんだけど。あいつの生々しい流されやすさいいよね。人体実験されてたのにその関係者が悪人じゃないと分かったら殺したくないってなるし佐藤さんに引き金引けないし真っ当な感性すぎる。ラストバトルが完全に運任せってのが良かった。あれだけ大暴れした後どこでもありそうな田舎が舞台というのも含めて。兄弟がマジいいやつなんすよ。いやいいやつではないんだけど。足動かせないハッカーどうなったっけ。普通に逃げを押せてたような。バックれてそのままフェードアウト。佐藤チームからドタキャン位置抜けして長井に助言した後フェードアウトだったはず。あれだけの事件の後で協力的とはいえアヒトの話にする気になるかなとは思った。総理も大公もみんな死んだし、あとはアニンぶっ殺せ派の議員も実はアヒトだったからもしかして俺もアヒトかもしれないってみんな思っちゃったのかもしれない。アヒト派が悪いんじゃなくて佐藤がイカれてるだけだからな。田中は10年ぐらい捕まって人体実験されてたのにまともな感性残してるのはどうなってんだよ。綾野剛の解釈によるとこいつは長井に恋してるらしい。解釈エッチで困る。実写もすごいアクション頑張ってたね。ショットガンのスピードローダーとか洋画でもあんま見ないよ。世間でのアヒトの扱いとかは割とさらっと流すのは良かったと思う。普通のアヒトでも弾頭気にしなければ数人で同じ規模のテロ起こせるのがひどい。来ちゃった。
原作者が途中からバックれたから作画担当がライブ感で何とかした結果だっけ。最終巻でなぜか作画担当が謝罪してたような。正直作画担当だけになってからの方が面白かったと思う。まあメンタル的な問題で佐藤と同じ戦い方できるのは永井くんくらいだろうな。永井くんは担当イヤイヤしてたよ。佐藤さんは一回切られたら認識変わるからって言ってた。俺もそう思う。見開きがうまいんだよな。少年院の鳥や人の翼バサーがかっこよすぎる。カイト周りは持て余してた感あったけど、少年院の鳥や人周りがすごい好き。俺全然違和感なくて10巻過ぎたあたりで原作の剣士ってすごくびっくりしたわ。永井くんいいキャラになったよね。永井が効率中なくせに情もあるのがいいよね。マジで死ぬまでわかんないからな、自分がアストかどうか。永井くんは割と早い段階から効率クリアの冷徹人間みたいな空気出してるだけの熱血バカで割と安定してたと思う。永井くんは妹のために医者にならないといけないから冷静沈着で合理的なキャラ作ってるだけの熱血バカだよ。医者に決まってるだろ。その点死ぬ前からあんな感じだった佐藤さんはやっぱすげえよ。死ぬ前からなんだ、戦法変わってないのがひどすぎる。永井くんは死んでるなら迷わず見捨てるのに、生きてるとわかると動いちゃうのがいいんだ。永井くん、アヒトって寿命以外だと何しても死なないんだっけ。アヒト世界の読み切りとか書いてほしいね。やるか、アヒト佐藤の異世界無双。トラックに轢かれても転生できないからな。異世界に迷惑かけるな。佐藤が死ぬたびに異世界に佐藤が一人転生してるよ。佐藤はなんだかんだで近代兵器ありきの強さだと思う。ただこいつ普通に CQC 強いし、物理耐性無効の破壊技持ってるし、自立思考型のスタンド持ってるよ。物理耐性無効の破壊技は死ぬってワンクッション挟まないと、だからゴリゴリの近接戦の最中にはできないから。あとスタンドは厄介だけど回数制限あるしね。なんだかんだで永井くんも佐藤さんのこと好きだよね。楽しかったのは否定しないし、無限残機あったらこういうのもできるし、やりたいよな、わかるよ。でも遊びでなんかするのは嫌なんだよが全てだと思う。あの博士死ぬんだろうなと初登場の時から思ってたのに、生き残って代わりにメガネの方が死んだ。いいよね、メビウスに乗り換えた博士。武器商人と真鍋さんのやりとりがハードボイルドすぎて惚れる。武器商人のおっちゃんも平沢さんに助けられたりしたんだろうな。普通に佐藤と対マン晴れてる平沢さん、作中の人間の中だとトップの実力あるよね。終わりまで見えたゲームに対する情熱が急に冷めるのわかるよ。アメリカに行って暴れてほしかった。登場人物の芯がしっかりしてるから、感情による行動に違和感がないんだよな。なんかおまけ感あるけど IBM がチートすぎる。おまけ程度の扱いだったから面白くなったと思う。一歩間違えればスタンドバトルメインになっただろうし、途中で永井くんの首飛ばされるかと思ってた。フラットの永井くんに頭ぶつけて自分もフラット起こして、これ二人で繰り返せばずっとこうなんじゃないって楽しそうな佐藤さんが好き。結果が地獄すぎる。読者の指摘を念入りに潰していくスタイルの作風だったから、好き貞子みたいなもんだよな佐藤さん。タイヤがかっこよすぎる。団体戦力はずっと最強だったなこいつ。反射で避けようとしたりビビるんじゃなくて、グレネードって仲間に伝えて死んでいくモブ自衛官。タイヤばかり言われてるけど、一般自衛官も全員覚悟決まってるよね。人質シールドが効かなくて追うってなる佐藤さんいいよね。終盤に行くにつれモブの覚悟も決まっていく。ゲーム好きがゆえに日本のゲームが世界で牽引しなくなったことにショック受けてたね。知るかバカが、本当にその通りすぎる。ドライバー一本で警備員にキルできるやつが不死なのは厄介すぎる。アヒトの再生能力を過信した結果、最後人間の部分で負けるのいいよね。一度だけ壁を越えさせてやるのところの見開き、格好良すぎてビビる。あいつの IBM めちゃくちゃかっこいいよね。俺にとってのこの漫画一番の盛り上がりはこのシーン。アニメも決まってて最高にかっこいい。IBM のデザイン結構個性出てて好き。消防士の人のチューリップみたいな頭のが一番好き。出番少ないけど買いめっちゃ良いやつで好き。
原作変わったのに回のことしっかり最終版に持ってこれたのすごいよ。回、数年疎遠だった友人に電話一本助けてって言われて任せろで回線のかっこよすぎるよ。その後少年院行くことになっても全く恨んだりしてないし。今回の反応集は以上です。ご視聴ありがとうございました。